ナです。メイです。セイラです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。今日の企画はピンクラテのスイングダウンで遊んでみたです。イエーイ。前回夏にお邪魔しました、またボーリーファンタジーさんで、またもやピンクラテのスイートランドが出たということなので、今回もたくさん楽しく遊んでいきたいと思います。まず今回2台あるんですけど、こっちの前回も紹介したのと同じ形になるんですけど、今回は前回王者だった私に私が前回ね、まあ、2人の対決で勝ったみたいな感じなんで王者ではないんですけど王者みたいになったので、今回は先に2人に対決してもらって、勝った方がまあ松本優奈と対決という感じでやっていこうと思います。ではやっていきましょう。せーの、どうぞ。はい、ということで3分測っていきます。よーい、いいですか、スタート。わかりました。タイミングが大事なんですね。ですか、はい、開いた時に、はい、おお、すごい。残り1分だって、残り1分。全然起きてない、全然起きてない。もう一個落としたいね。どっちが落ちた？あ、
なってる？待って、ゆなちゃん、コーチ、2コーチ。待って、早い、ちょっと待って。ゆなちゃん、早い。ちょっと待って。とりあえず。あと、7、6、5、4、3、2、1、ビビビー、終了。いけないんだよね、多分。え？ 2 回、違うかも。私やってない。あ、ほんと？パパって決めちゃいます。パパって、すごい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 、なんかいろいろ入りそうね。ね、いいよね。マルチケース、ね、いいね。はい、ということで遊んできました。で、今回私たちは実際にモーリーファンタジーさんで遊ばせていただいたんですけど、お家でもモーリーオンラインで遊べるので、ぜひ皆さん概要欄チェックしてみてください。チェックしてね。この後、ちょっとモーリー
オンラインでちょっと私たち遊んでいこうかなと思うので、またまた見てくださいね。はい、ということで早速お家でもできるモーリーオンラインをちょっとやっていこうかなと思います。はい、ちょっと、ね、こんな感じで、でなんか、ね、はい、ピンクラテの商品が全部バーって出てて、自分の撮りたいやつをポンって選んで撮っていく感じです。はい、今回モーリーオンラインとプライスポットパロ限定で出されている、ピンク紫と黄色のシュシュがあるので、今回はそれに挑戦していきたいと思います。はい、限定だからここでしか撮れない。そう、紫の方にします。で、選んだら、このスタートをポチッとで、スタートします。そしたらこの赤いボタンを押して、ちょっと壁にぶつかってこれでも普通のクレミアムと違って、ボールを取ってこの赤い輪っかみたいなところに入ったら景品ゲットになるんで、ボールが取れました。すごい、しかもなんかたくさん取れるから、そこが嬉しい。この赤い丸のところに入ったのがゲットで、ゲットの、はい、はい、じゃあ、じゃあ、取れるまでこのボールの位置ってずっとあるんで、うん、他の人が諦めたやつとかでも自分が一回パッてやったら取れるとかもあるので、ちょっと、ね、随時チェックしてみてほしいです。しかも驚きだったのがさ、なんか個人的なイメージではなんか CG とかでなんか動いてるのかなと思ったら、本当に今遠く離れた場所で実際に動いてるんですよ。めっちゃすごいよね。え、さっきもっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。でももうちょっとだよ。もういけるよね、それ。この辺りで誰かが諦めた時に自分がやってると取れたりとかね、するよね、絶対。なんか全部埋まってきてるあれ、ま、マキーロになっちゃう。こんなに一枚弱いもんね。そうそうそう、さっきすごかったよ、3回ぐらいやられて、うん、さすがにそろそろ、さすがにあれおかしいな、おかしいですよね、これ。さっきは3回で取れたすごかったよね、さっきから私1回ミスったのにそう、実は2回みたいな感じだったの。1回取れなかったもんね。そう、それでボール取れなかった。すごいよね、それで取れたって。2個しか空いてないよね。うん、あ、でも奥もちょっと空いてるの。本当だ、なんか奥にじゃない、さすがに。あー、買った、どうしよう、全部避けられた。よかった。じゃあ紫のシュシュ シュがゲットできました。ゲットして、ありがとうございます。ゲットしました。今ここにある、ね、今ここにある、ね、はい、ということでこちらが今回モーリーファンタジーさんで遊んだ商品の全てになります。こんなにカラフルで可愛いコスメが、ね、全部入ってるので、たくさんね、取れると思うので、ね、ちょっとじゃあ見ていきましょう。はい、まずこちらのスイートアンドの中に入っている全商品なんですけど、うん、前回同様にこういうリップグロスだったりとか、うん、リップクリームだったりとか、ネイルカラーとか、うん、アイシャドウも入ってます。うん、これとかはなんか水溶性らしいので、なんか1日ちょっと遊ぶときに、ちょっとつけたみたいな時とかにつけて、ちっちゃい子とかね、そうですね、簡単に落とせるので。うん、次にクレーンゲームの方の商品を紹介していきます。はい、5種類のコーチ、これもまたマルチケース、なんかめっちゃ入りそうですね。そうです、すごいクリアなケースだから、ね、今何使うか使うし、これからいいですね、おしゃれ。先ほど紹介したモーリーオンラインとブライズスポットパロさんで限定で限定のね、シュシュになってます。うん、こっちのピンクと、ね、水色の色違いの紫と黄色のシュシュになって、ちょっと大人っぽい感じになってます。ぜひね、全部皆さん全制覇してみてください。はい、
はい、ということで今回はさらにさらにさらにですよ皆さん。何2つのキャンペーンをねするということで、まず1つ目はですね、モーリーファンタジーさん公式ツイッターをフォローしてリツイートするだけで3名様にピンクラテで使える家ギフト1万円分が当たるんですよ。全身コーデができちゃうんだよ本当に。すごい。そして次2つ目、次また、モーリーファンタジーさん公式のツイッターフォローしてハッシュタグモーリーピンクラテをつけて、投稿していただくとまたまた3名様に私が今着てる全身コーデが当たります。めっちゃ可愛いよね。こちらもあの一応私が考えました。すごい。だってさ、ゆのちゃんが選んだコーデを3名様にプレゼントです。これにプラスカバンがつくらしくて、ちょっと今回の撮影なのでカバン持ってないんですけど、これプラスカバンもらえたら靴履いていけるからね、遊びに行けるから、ちょっとこれはツイートしてください。これはもうぜひね2つのキャンペーンやってるのでぜひ両方ともたくさんの人に、キャンペーン参加していただけると嬉しいです。詳しいことは概要欄に載ってますのでぜひ気になった方たちにチェックしてみてください。はい、はい、ということでもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。